ほら。もう。え、いや、その。いいですよ。
帰ってきたか。お前こそボード初めてってマジかよ。スキーと同じでしょ。これ先輩早い。でもかっこいい。八の字に広げんだよ八の字。そんなこと言ったって。勝ったらデートの約束すな。させない。結構滑ったな。どうよ俺のスノボテク、惚れ直しちゃっただろ。滑ったっつか転がってたようなもんすけどね。クマの野郎、毎回突っ込んできやがって。漢字ばっかりナオちゃんと滑るなんてずるい。クマてめえ、やっぱわざとかよ。俺の話はスルーかよ。ナオト君はスキー初めてだったんだよね。どうだった？まともに立ってるのが精一杯ですよ。あらぬ方向に滑ったり、いきなり転んだりと思い通りにならないものですね。明日は少しでも滑れるようになりたいです。ナオト君って結構負けず嫌いだよね。あと1回ぐらい言っとく？もう疲れたよ、足ガクガク。クマも毛皮が全部凍ったね。パリパリ伝説クマ。明日もあるし、今日はもう引き上げようぜ。さ、忘れてた、今減ったペンションの夕食なんだったっけ。舌ビラメの無国籍風料理じゃなかったかな。無国籍風っていうのが気になってたんだ。無国籍なのに風なんですね。つまりどういう味なんでしょう。なんか自信ない時につけるイメージ、無国籍料理って。シェフもお前らに言われたくないと思うけどね。
ひどい。クリスマスのケーキ美味しいって叫んでたくせに。叫んでねえよ。あれはナオトのおかげだろ。違うもん、料理本だもん。どっちでもいいよ。つか最初から読めよ。そんなことより重大な問題があるでしょうが。下ピラメって魚だよね。肉は肉。どんだけ肉食だよ。お肉料理はメニューになかったと思う。ビーフもポークもチキンも。確かにこんだけ滑ったら肉食いたいっすね。お肉。味わわれる日が来たクマ。そんなことしないよ。クマ肉って癖が強いから。よいしょ。クマのやつまだ風呂入ってんのか。晩飯ん時見かけた女子大生だかが来るまで粘るっつってたっすよ。たく粘って何すんだよ。とか言って花村も熊吉に加わりたい派じゃないの。最悪。先輩はそんなのより私たちと、てか私と一緒に過ごす方がいいよね。つうか、せっかく全員でお泊まりなんだぜ。しかも男女混合ならこう。やだ。いや、まだ何も言ってないっす。ごめん、トランプって意味だった？ナイトスキーとか行っちゃう？ちょっと憧れるな。それ、お風呂とか入り直しになるよ。正直滑りまくってくたびれたし。なら、あれじゃねえか？夜に館に集まってやるっつったら。百物語だね。賛成。それはちょっと普通夏でしょ、そういうの。私もそれは不賛成かな。あれ、実は階段とか苦手派か。山はあるんだって。マジで、あんな体験ロケん時だけで十分よ。もうなに、やめてよ。うちの旅館結構いろいろあるよ。おトイレないはずの離れに泊まったお客さんにお手洗い暗いですねって言われた話とか。そこのお部屋ね、お盆になると写真がうまく写らなくなる時があるの。本物すぎる。あ、そうそう、この辺りの山ってたまに埴輪とか見つかるんだって。もしかしたら大昔は丸ごとお墓だったのかもって。で伝承というのはあくまで物語的要素の強い文化的産物であって、科学的裏付けなどはなく、古代の墓所というのは神殿と同義で、ですから、その怖いんだ。はい。なんかこれはこれで盛り上がってきたじゃん。お前はどうなの、怖い話とか。おってことはなんかとっておきのネタがあんな。信じらんない、私絶対嫌だかんね、耳塞ぐし。こういうの中途半端に聞こえてくる方が怖えんじゃねえすか。うっさい馬鹿んじ、なんであんた階段押しなのよ。縮めんなこら。じゃあまず俺からな。で、天城が最後、ラスボス級っぽいし。もう3年前か。中学の時ダチに聞いた話なんだけどさ、なんかそいつの高校の姉貴が結構いいとこの私立の高校行ったんだけど、悪い友達できてさ。
女同士つるんで同じ学年の子いじめてたらしいんだよ。毎晩遅く帰ってきちゃ携帯で仲間とギャハハっつっていじめのこと話してたんだけどさ、ある日いきなり真っ青な顔で帰ってきて、以来黙って部屋に閉じこもるようになったらしいんだ。事情聞いても全然仕方けど、耳を澄ますと一人の部屋で繰り返しつぶやいてんだってさ。次は私の番だって。さすがに心配になってそいつ姉貴の仲間から話聞こうとしたらしいんだ。ところがさ、仲間の子みんな原因不明で倒れて病院送りになってたらしい。いよいよ怖くなってどうしようって悩んでたら、その晩の11時半過ぎにいきなりギャーって部屋にいた姉貴が叫んでさ、部屋入ってみたら両耳手で塞いで呼んでる、聞こえるって。でもそいつには何も聞こえてなくて、その直後姉貴は家を飛び出してってさ。次の朝、学校の校門前で仲間と同じく意識不明で見つかったらしい。結局病院運ばれて助かったらしいんだけど、後で学校の人に事情聞いてみたらさ、いじめてた子死んでたらしいんだ。その子の怨霊が一人ずつ呪っていったんじゃないかって。ありえない。その話には決定的な矛盾がある。あれ、でもその話確か実際警察に届け出があったような気が。それ否定してないよ、補強しちゃってるから。あれ、死んでたんだっけ？その子も助かったんだっけ？あれ、まあいいや、トップバッターとしてはまずまずだったろ。じゃあ次お前だ、なんかいけるか。君もやるわけ？お前が言うとなんかリアルだな。でそれから。おいおい、階段越えてねえか？それ誘拐とかって話じゃねえよな。何落とした？今なんか落とした？なんだか耳慣れない音でしたよ。気のせいだって。それより続けようぜ。てか続けてください。ここでやめる方がなんか怖いわ。おー怖え。鼻投げとかマジ怖え。通ったぞ。今なんかここやだ。だからやだって言ったのに。電気つけて。もうやだ、早く。お、落ち着けて。スイッチは。見たな、熊の犬間におかしさまいとは。呪っちゃう熊よ。やっちゃおうか。うん、やっちゃおう。ごめんよ、クマ君。人権は人間にしかないんだ。ちょ、ベイビーちゃんたち、目が光を失っているクマ。なんでクマ、なんでそんな本気対応クマ。クマかよ、ったくビビらせやがって。で続きは。Thank you.
し、今日も滑るぞ。お前元気あんな。昨日えらい遅くまで騒いでたのに。なんで知ってるの？まさか。あれだけ騒げば聞こえますよ。壁薄いですって何度も言ったのに。そっか、音だけなんだ。見られたのかと思った、あの格好。トークも結構際どかったけどね。ごめん、漢字、枕に鼻血ついちゃった？アホか！誰が好き好んでおめえの声に聞き耳立てんだよ。俺はちょっぴり立てちゃうかもな、聞き耳。カマはちょっぴり立てちゃったかな、聞き耳。ナオちゃんの大きさがとか、ユキちゃんの形がとか。作んな、クマ吉、してないでしょそんな話。っていうか形がって、それ今考えたの？私なんか変わってる？気にしすぎですから。というか踊らされてますって。もうそんなことより早く滑ろ。行こう先輩。ちょっと待ったわ、く藤川さん、ちょっぴりあれですわよ。同じ人とばっかり滑りすぎですことよ。だってちょうどいいでしょ。知恵先輩と花村先輩はボードだし、熊とユキコ先輩は直角をばっかで合わせてくんないし、幹事は直人くん気になるみたいだし。てめえな、昨日もそれで自然に私と先輩がペアになったんだもん。私先輩とゆっくり滑ってるから、みんな気使ってくれなくていいよ。行こう先輩。完璧論破されちった。芸能人トーク力すげえ。感心すんのかい。あっ、今回の旅行は全員にとって先輩との思い出作りという意味があります。つまりその全員が先輩と滑る時間を持ちたいと望んでいるはずです。やべえ、そっか、俺も先輩と思い出作りたいっす。なぜだろうな、お前が言うと別のニュアンスを感じる。なら私今日はボードやめてスキーにしよっかな。ずるいクマ、そういうことならクマも先生と恋のシュプール描くクマ。あのね、じゃあもう先輩本人に選んでもらいましょう。先輩すっぱりはっきり言っちゃって。まあまあ待てって、ミナノシュ、これ良くない流れだし、一部さっき漏れてる人いるし、みんな一緒に滑りましょうな。それがいいですね。ええ。お前がすっぱりはっきり答えなくてよかったぜ。この流れで俺選ぶのかよ。俺が刺されちゃってもいいんですか。じゃあまあ滑り行こうぜ。なんか意外、ナオト君に苦手なことあるなんて。どう、滑れるようになりそう？いえ、全く。ビビってねえで、もっとかかと開かねえと逆にスピード上がっちまうぞ。だから膝は内側に入れんだって。でもこれ以上開くと絶対転ぶから。大丈夫だっつってんだろ、滑っちまっても俺が止めてやるから。感じ優しい。私そんなの一回も言われたことない。おめえは教えねえでも滑れんだろうが。ま、優しく教えてもらうなら先輩のが断然いいけどね。え先輩、今日もかよ。滑るっつうか落ちてるだけだろあれ。単に止まれないとかなんじゃ。まだ死んでねえとこ見ると止まれてはいいんだろ。あ、知恵先輩と花村先輩だ。
なってんな、あの人ら。いいなあ、ボード。うまい人はかっこいいよね。でも、今は断然スキーかな。先輩と一緒に滑れるし。邪魔しちゃ悪いし、そろそろ行こう。待ってください。せめて下に降りるまで一緒に。どっち行っちゃうかわからないんで。下までみんなで競争しましょう。話聞いてましたか？僕曲がれないし止まれないし。平気平気、下でちゃんと受け止めるし。でしょ幹事。お、それお前その、お、なんすかその男らしい発言。意味はよくわかんねえけど。じゃあ遠慮なく先輩の腕の中に飛び込んじゃおうっと。頼っていいんですよね。じゃあ、あの、よろしくお願いします。もう、ナオト君緊張しすぎだって。ただまっすぐ滑るだけだ。またかよ。つかスキー使えよ。どんな滑り方だあれや。ふぬおやっぱり僕歩いております。ずっと暴言ばっかりだとくたびれるね。やっぱり私直角行が合ってるかも。まっすぐまっすぐ走ってるといろんなこと忘れてなんだか無心になれる。話したことあったかな。私ユキコって名前、前はあんまり好きじゃなかったの。みんな静かでおとなしいイメージ受けるみたい。儚くてすぐ溶けちゃう、そんな感じ。でも今はもう嫌いじゃないよ。あなたやみんなが教えてくれたから。スキーでこんなビュンビュンスピード出ちゃうのも雪があるからでしょ。誰にでもいろんな顔がある。新しい顔を探すことだってできる。そういうことだよね。友達同士の旅行っていうの初めてだし、私今すごく楽しい。絶対また来ようね。あ、うん、そうね。二人っきりでも来てみたい。じゃあその時はもっとゆっくり滑る方法も教えてね。でも直角行も最高だけどね。そろそろ戻りましょうか。雪本降りになりそうだし。私たちのペンションってこの先どっち方向だっけ？あなたも自信ない感じ？まあでもコースから外れるわけじゃないし、違ってたらまたリフトで上がればいいかも。とりあえず出発しましょう。って本当にこっち？こんな人気のないところ通らなかった気がするけど、考えたくないけど、もしかして私たち遭難してるんじゃ。ねえ、体調とか大丈夫？前歩いてくれるの嬉しいけど、あなたも疲れてるでしょ。無理してない？私なら別に。
や、そうでもないかな。なんか雪がお布団に見える。だよね、雪の上横になったら気持ちよさそうだよね。ふかふか。見て、あっち何か立ってる。山小屋じゃない？あそこの人に、人いるかわかんないけど、でも吹雪が収まるまで待てれば。行ってみよう。鍵開いてたのかな。でもとにかく良かった。あのまま外じゃ命に関わったかも。うん、少しね。でももう吹雪には当たらないで済むし大丈夫。ねえ、あなたは携帯電話持ってる？私のはその滑ってる時雪で濡れちゃったから乾くまでは使えないの。そっか、残念。電話が通じたら安心できたんだけど。こんな天気なのにみんなまだ滑ってるのかな。吹雪いつ頃収まるんだろう。雪と風が防げてもこの気温で一晩閉じ込められたりしたら。二人で一晩？ごめん、そのまだ一晩中とか決まったわけじゃないもんね。きっと知恵たちともじきに連絡つくと思うし、だから大丈夫。寒くてもそれまでならなんとか二人で温め合えば。ああ、もう何言ってるの私。でも実際何か体温を上げる方法考えないとね。あ、いろりがあるってことは火を起こすものもあるんじゃない？待ってね、うちの旅館だとそういうのがしまってある場所は。来たらなんだか気持ちが落ち着いてきた。あのどうせならこうした方が温まるよね。ここどの辺なんだろう。ずいぶん歩いたし、かなり山奥だよね。みんな心配してるかな。あっちの世界のお城に閉じ込められた時のことを思い出すな。あんな状況からだって助かったんだし、気持ち強く持たなきゃね。それに今はその一人じゃないし、あなたと一緒だとね、私あんまり不安とか感じないみたい。つまりね、私、ありがとう。でも私も知っておきたい。
脱いでない。このクソ寒いのに何脱ぐ必要あんだよ。つうか花村先輩らテンション高すぎだろ。さっきから何なんすか？それ口に出して説明するの？みんな助けに来てくれたの？ああ、微妙にそうでもないの？ゆきちゃん、まさかギャラリー登場を待ってたクマ、なんという大胆ロバーズ！見られたいだなんてハハレンジすぎクマ。オッケー、ならクマ最前列かぶりつきで。何の話っていうか、みんなもしかしてずっと外に？いや、さっき来たばっか。本当、ただその入るタイミングなくて。ひどい、立ち聞きしてたってこと？割と命がけだったのに。いや、私らだって元は心配で来たんだってば。っていうか、二人で揉み合って何してたの？それはテレビを調べてたっていうか。テレビを調べる？なぜですか？いや、苦しすぎんだろその言い訳。本当なんだってば、みんな誤解してるから。つまり遭難してたどり着いた山小屋でいい雰囲気になっちゃったと。ありえねえ、すっげえ心配したのに抜け駆けしてましたとかありえねえ。ちょっと、全然そんな話してないでしょ。電源も入ってないのにテレビが急に光ったの。だから調べなきゃって。だいたい遭難する以外でこんな山奥の小屋に来ないでしょ。ここ私たちのペンションのすぐ裏なんすけど、物置なんだって。昼間はバイトさんがちょくちょく来るから鍵閉めないらしいよ。外も別に吹雪じゃねえっすよ。だいたい事件終わってんのになんでテレビ光んだよ。何か映り込んだとかじゃねえの？さっきゲレンデにナイター照明ついたし。嘘。まあでもユキコがそんな嘘つくとも思えんか。せっかくだしちょっと調べてみよう。おいちょっと。力だ。このままじゃ。いって。な、んじゃこりゃ。いってぇ。これって埴輪ですね。あれ、失礼いたしました。いささか強引なお招きとなりました。ご無礼をお許しください。うわぁ、すげえ美人。見とれてる場合じゃないって。腕掴んできたの多分この人だよ。誰？君の知ってる人？大事な人？完璧大人のレディーちゃんか。どんな接点だよ。ご挨拶が遅れました。皆様には初めてお目にかかります。
マーガレットと申します。私はこの方の旅を手助けする者。皆様方に害をなすことはありません。ありませんだって、そんな信じていいの？そうなんだ。覚えておいででしょうか。あなたとのお約束を果たしに参りました。はい、居場所へご案内するよう受けたまわりました。準備にお時間をいただきましたことをお詫び申し上げます。ここはうつろの森、人の心の世界であるテレビの中にあの子が作り上げた閉ざされた領域。私どもの元を去ってからマリーはずっとこの場所に閉じこもっているようです。私も全ては存じません。ご存知のようにあの子は失われた自分の記憶を欲しておりました。そしてあなたと心を通わせた結果、あの子はついにそれを取り戻した。ですがその記憶はあの子が望んだようなものではなかったようでございます。ちょっと待ってくれ。さっきから一体何の話してんだよ。マリーってあのマリーちゃんか？お前と一緒にいた。私も覚えてる。帽子かぶっておしゃれな感じの子だよね。彼女がここにいるってどういうこと？今記憶がどうとかって。マリちゃん、記憶喪失だったクマか。ここテレビの中だよね。行方不明の人がテレビの中にって、それまさか。だって事件は私たちが。いいえ、そうではないようです。おそらくマリーの失踪は皆様方の追っていた誘拐事件とは関係ないかと。あの子は誰かに連れ去られたのではなく、自らこの場所に閉じこもっているようです。自分からテレビの中に。ということはマリーさんもペルソナ能力を？いいえ、マリーはもともとこちら側の住人なのです。お前はどういう子を連れ歩いてたわけ？ねえ待って、ここってテレビの中なんだよね。だったらシャドウだっているんじゃ。マジかよ。ってことはリーダーの言う通りですね。もし彼女がシャドウに襲われたら。危険がないとは申せません。ですがそれは皆様方も同じく、この先へ進みマリーを探すおつもりなら相応の覚悟をしていただかなくてはなりません。この先の道のりは厳しく、あなた一人ではあの子のもとへたどり着くこともままならないでしょう。あなたがあの子との再会をお望みなら、それを手助けするのが私の役目。そのためにこれまであなたと旅を共にしてきた皆様方をこの場に招かせていただきました。なるほど。なぜリーダーだけでなく僕らまで引き込んだのか疑問に思ってましたが、全て知った上でそれでも行くなら止めないと。さようでございます。もう一つ、まあ深く追求する気はありませんが、あなたもマリーさんと同じくこちら側の存在ということですか？人々の心の中にはシャドウだけが住むのではないということです。先日の戦いにおいて皆様方もご覧になったかと。それ生ためや足立さんの時に出たやつらってこと？確かにシャドウとはちょい感じ違ったけど。どのようにご理解いただいても構いません。何を見て何を信じるかは全て皆様次第。皆様方ご自身で答えを出されること、そうしてここまで進んでこられたことを私も存じております。それともう一つ、
先ほど申し上げましたように、このうつろの森は本来閉ざされた領域です。今はまだ完全ではありませんが、ここが閉ざされるのも時間の問題かと。それつまりいつまでもここに出入りできるわけじゃないってことか。さようでござる。このうつろの森が完全な姿となるまでどうやらあまり時間がございません。それを過ぎますとこの場所は閉ざされ、二度とここを訪れることはできません。そうなればマリーの存在は皆様方の記憶から完全に消えてしまうでしょう。記憶が消える？おい、どういう意味だそりゃ。俺らの中から一人でに記憶が消えちまうっつうことかよ。言葉の通りでございます。この森が閉じることはマリーが存在した事実そのものが消えるということです。マリーに関わる一切の記憶は消え、皆様方は平和な日常生活へお戻りになるでしょう。そんなわけわかんないよ。私は約束を果たしに参上したに過ぎません。どうなさるかは皆様方のお気持ち次第です。先ほど通った山小屋のテレビ、あの場所をこの世界とおつなぎしました。あの場所からのみこちらへおいでいただけます。のみってジュネスのテレビからは来られないの？さようでございます。こちらの世界とテレビの間には場所と場所の関係がございます。もう確かに他の場所の匂い全然全く感じないコマ。重ねて申し上げますが、この世界に閉じこもったのはあくまでマリーの意思です。危険を冒すことを義務とお考えになる必要はありません。あの子もそれを望まないでしょう。どうぞ日常を大切になさってください。それこそがマリーの願いでもあるのですから。では私はこの辺りにて。あ、おい待てこら。あ、じゃねえ、待ってくれ。おい、テレビですね。山小屋にあったものと同型のようです。クマくんが出すものと同じ出口ということでしょう。どうすんのこれから。んなの決まってんじゃないですか。あのマリーってやつこの先にいるんすよね。シャドウがいて危ねえってんならさっさと先進んで本人探すしかねえだろう。待ってください、ことはそう単純じゃないのかも。とにかく一旦ここを出ましょう。このまま先へ進むのは危険すぎます。だな。それにいきなり来ちまったせいで俺ら何の準備もしてないだろう。やるってんならいろいろ準備して万全にしてからもう一回来ようぜ。後ろから押したの。仕方ねえだろ、8人もいんだからテレビちっせんだよ。痛いクマ、また頭デコボコしてしまったクマ。おさわりしてみる？しねえっつの。何やってんだか。ほら早く立って、作戦会議でしょ。会議って何すんすか？いや、わかんないけど、いつもやってるじゃん、ねえ。まあ、意気込みだけだったんだろうな。
まあ、里中先輩から切れる作戦バシバシ言われても調子狂っすね。うるさい、超失礼だからそれ。けど正直驚いたぜ、マリーちゃんがあっち側の存在とかってさ。テレビの中の世界っつうか、人の心の世界ってやつっすよね。どうにもしっくりこねっつうか。クマも全然気づかんかったです。はい、いえ仕方がないでしょ。あちら側の存在なんてそう簡単に説明できるものではありませんから。僕が初めて皆さんにお会いした時と同じことですよ。問題はマリーさんの動機ですね。なぜ彼女は命の危険を冒してまであの場所にこもらなければならなかったんでしょうか。私たちみたいに入れられたならわかるけど、自分からそんなことする理由ってなんだろう。そういや、あの青服が言ってたっすね、失った記憶がどうとかって。取り戻した記憶に何らかのやむを得ない事情があったということでしょうか。あのさ、ちょっと思ったんだけど、あの子のいる世界が閉じ切ったら周りの人の記憶からもあの子いなくなっちゃうんだよね。それって死んじゃうのと同じじゃない？お前それまさか自分でってことかよ。わかんないけど、なんかそんな感じしないかなって。私たちに自分のことを忘れさせて一人で死のうとしてるってこと？自分で自分を消しちゃうなんて。多分マリちゃんクマと同じクマね。クマも自分のこと何にも分かんなくて不安だった。やっと分かった時も自分がシャドウって知ってとってもショックだった。クマ、マリちゃんはシャドウとは違うみたいだけど、気持ちは多分あの時のクマと同じクマ。自分がいちゃいけないって思ってる。クマ、先輩、そうだね。うん、私ちょっとだけあの子の気持ちわかるよ。本当の自分のこと誰も知らなくて、いつも一人ぼっちで、せっかくあったかく迎えてもらってもどこか自分だけ違うって感じちゃって。私だって先輩たちに会わなかったらあの子と同じことを思っちゃってたかも。俺だって変わんねえぜ、いつも誤解されてよ、気張って突っ張って。本当の自分なんか見せても誰にも受け入れてもらえねえんじゃねえかってビビってよ。あげくんなことしてる自分が自分で許せねえんだ。くっ、うん、みんなそうだよね。誰だってどこかでそうやって苦しんでる。ええ、でも僕たちはちゃんと変わることができた。どんなに嫌な自分でもしっかりと向き合って受け入れることができたんです。皆さんがかけがえのない仲間がいたから。うん、今ならわかるよ。もう何も怖いことなんかない。マリーちゃんのこと助けてあげられるの私たちしかいないじゃん。もし本当にあの子がそんなこと考えてんなら、私たちが行って絶対に止めなきゃ。
決まりだな。だったらまずはあの世界のことを探ってみようぜ。何もわかんねえより少しでも状況がわかれば俺らも動きやすいだろう。一日使ってみる価値はありそうですね。では、クマ君と口川さんで向こう側の様子を調べてもらえますか。もちろん、山小屋のテレビには入らずにいつもの場所から調査をお願いします。あとのメンバーは少しでも休んで体調を万全にしておいてください。向こうの世界にシャドウがいるのであれば戦いは避けられないでしょうから。しゃあ、やってやんぜ。なんか懐かしいっすね、こういうの。はい、久々にリセちゃんと二人っきりで鼻クンクンするタイム来た。ぬふふ、この超ウルトラハイパークマッパナがわずかな匂いも立ちどころに嗅ぎ当てるのだ。しかしこの技の欠点は3分経つとおびただしい量の鼻汁が。クマ汚い。おい、本番前にクマ壊すなよ。一応役には立つんだからさ。失礼クマね、一応ってどういうこと。では学校でもう一度集合しましょう。それでいいですね。さすがに寒いな。まあいいや、作戦会議始めっか。ではまず僕から報告を。あちら側に迷い込んだ人間がいないか念のため館内の行方不明者を調べました。結果はゼロです。捜索願いもなしです。どうやら本当にあの場所は事件と関わりがないようですね。あー、ずるい。私らに休めとか言って自分だけ調べ物してるじゃん。とか言って私も稲葉市民頼りとか調べちゃったけどさ、尋ね人欄とか探したけど何もなかったよ。私も仕入れ先やお客さんなんかに聞いてみたけど怪しい噂はなかったよ。俺もだ。職場で聞き込んでみたけど該当ゼロ。おばちゃんたちの情報も侮れねえんだぜ。俺もっすね。前に足洗わした連中何人か当たったんすけど変化なしっす。これだけの人数で調べたのなら向こう側に入った人間がいないのは確実でしょう。肝心なのはクマ君と久慈川さんの結果です。どうでしたか。例のうつろの森ってのがすっごい遠くにできてることは感じるけど、それだけ。マリちゃんの気配とかは全くさっぱり感じないクマね。あの場所結構広いよ。準備なしで入らなくてよかったと思う。うつろの森だっけ。今回も入った人の心が影響してんのかな。だとしたらあの場所はマリーちゃんの心が作った風景ってこと？っていうかうつろの森って名前確か前の戦いでも聞いたよね。僕も気になっていたんです。雨のさぎりという怪物が言っていましたね。人の欲や嘘を望む心に応えて彼らが生み出した場所でしたか。待った、マリーちゃんの心の風景があの怪物の生んだのと同じうつろの森なのか。どういうことだ。だそりゃ、あいつ一体何者だっつうんだよ。彼女を救うのが目的でしたが、それだけでは済みそうにないですね。彼女があの怪物たちと関わっているならなおさら調べないわけにはいきません。彼女が何をしようとしているのか、そして彼女は一体何者なのか、
マリーさんに会って直接真実を確かめるしかなさそうです。しゃあやってやんぜ。あいつが何者だろうとこのままくたばらせてたまるかよ。その通りクマ、クマもやる気で燃えるクマ。むむむ、よしやったらか。何悩んでんだか知らねえけど、必ず俺らであの子を助けてやろうぜ。クマたち助けに来たらマリちゃんハートにズッキュン刺さっちゃう。どうしよう、クマ心の準備が。お前は下心があんのかないのかどっちなんだよ。